タニヤンヤンさん。サナダマル最終回見ました。ヒデタダ成長しましたね。いつもお父さんに怒られたばっかりで頼りなかったヒデタダが。でもいつもや、いつもはヒデタダ、こゲンさんを応援する私も思わず、ヒデタダ憎たらしいと思っちゃいました。でもそう思わせる演技力は本当にすごいと思います。えー、よかったらサナダマルのエピソード聞かせてください。ありがとうございます。そうなんです。えー、日曜日、サナダマル最終回を迎えまして、えー、見てくださった皆さん本当にありがとうございました。 えー、僕もあの、ちょっとツイッターでも、いつもあの、スタッフの方がやってくれてるんですけど、えー、自分からということでメッセージを出させていただきまして、えー、だって撮影してからですね、撮影が終わるまで7ヶ月ぐらいだったんですけど、本当にもうなんか夢のような、本当にず、本当にいろんなことを勉強させていただきまして、初めての大河ドラマ、本当に楽しく、えー、素晴らしい時間でした。本当にありがとうございました。 で、えー、最終回の展開。まだ見てない方はもしかしたら言うかもしれないんで、あんまりこう、言えないと思うんですけどラス、ラストの方にですね、もう秀忠が、あの、登場、僕がやってた役、徳川秀忠二代目将軍、えー、あるんですけども、えー、まあ、すごい出方をするわけです。で、あの、皆さんびっくりされたと思うんですが、びっくりされたし、この野郎と思ったと思うんですけど、ま、あそれもあの、やっぱり、それぐらい、 もう作品に皆さんのめり込んでいて、あのー、っていう証拠だと思うんですけど、素晴らしいことだと思うんですけど。で、あの展開っていうのは実はですね、えー、今年の7月ぐらいに三谷さんが直接聞きまして、あのー、お電話でお話しする機会がありまして、えー、ヒという役っていうものが、えー、まあ、最初、 なんだか謎めいたというか、どういう性格なのかわからないっていうような状況で出てきて、えー、そっから、えー、少しずつ、少しずつなんかこう、あ、こんな人なのかなえ、こんな人なのかなみたいな、なんかそういう出方をするんですけど、なので、えっ、ー、と、三谷さんと、 あの、ちゃんとお話ししたことが全くなかったので、いつかお会いしてみたいな、なんて話をしていたらですね、えー、三谷さんからお電話を差し上げたいというふうに、あの、えっ、ー、と、スタッフというか、あの、マネージャーさん経由で聞きまして、あ、ぜひぜひということで、お電話いただきまして。で、あの、ひでただ、ひでただという役について、直接、あの、説明してくださったんですね。で、その時にお話し聞いたことが、えー、ひでただは僕が考える一番理想の二代目なんですと。 で、サナダバラの裏テーマというのは、二代目の苦悩っていうのが、あの、裏テーマとしてありますと。えー、なので、いろんな二代目が苦悩しているという偉大な、えー、父を持った、えー、息子たちがですね、苦悩し、それをどう乗り越えていくのかという。えー、その中で、ヒ忠タダというのが最後に出てきて、一番理想の二代目であるというふうに、えー、言われて、で、その中で、えー、あのラスト、ヒデタダが、あの、 えー、彼を下すのですっていう風に電話で言われて、マジですかってなって、あ、そうなんですねってなってから、ひでたらという役が、なぜ、あんなに、何ていうかこう、怒られ続け、え、で、しかも、何ていうかこう、成長の度合いっていうのがすごくゆっくりでしたね。で、あの、何ていうか怒られたり、 なんでそんなことばっかり言ってるんだみたいな。で、あの、ちょっとこう、抜けているようなところっていうのが多くて。で、最後の最後までそういうところがやっぱ描写が多くて、でもその中で将軍になったあたりから成長、あの、してほしいんですっていうふうに三谷さんからは言っていただいたので、えー、でもそのセリフの内容はあんまり変わんないんですよねあ。相変わらずやっぱ怒られるし、成長してるっていうのがあんまりこう目立って、 いかないいっていうなので芝居の方で少しずつ貫禄みたいなものを足していかないといけないなと思ったのでそういうお芝居にはなってたんですが、えー、な,なぜこの感じなのだろうとずっと思っていた疑問がラストがそうなんですっていう話を聞いてからああなるほどとそれは予想できないですよねっていうそのすっごく成長してたらあれは予想できるかもしれない結末だったわけでやっぱりそれの中でそういう何て言うんですかね え必要以上のと言いますか、ダメさと言いますか、なんかそういうものを際立たせた脚本だったんだなというふうにあの僕は思いました。なので、あの、すごくですね、最終回を迎えられて、すごく、あの瞬間が来た時に、すごくやっぱり面白かったですし、なんかこう 積み上げてきたものが、あの、無事にこう、終えられたな、という、えー、思いでした。えー、本当に僕もね、あの、すごい楽しかったです。えー、本当にあの、一年間皆さん、本当にお疲れ様でした。なんかこれからもなんか、イベント的なものがなんかあったりするみたいなお話も聞いたり聞かなかったり、えー、なんかあるらしいのかなわかんないんですけど。で、なので、まあなんか、きっとロスを抱えられている方はいらっしゃると思いますが、えー、ぜひこれからもお楽しみということでございます。